はい、どうもKAZUVANです。いや、今日はね、久しぶりに北海道観光動画やろうかなと思って、今日来てるのは、ここ。じゃじゃーん、余市駅が右側にある。つまり今日のご案内場所は、余市町でございます。まず最初に今日来てるのが、ここ。最初に紹介するのは、柿崎商店。すっごく人気の場所です。すっごく人気の場所なんだけど、今は例のウイルスの関係があるからすごく空いてたまあ実際に動画撮ってきたんで、ちょっと見てみてください。どうぞ。いやー、ここが柿崎商店。はい、ということで、これが柿崎商店の店内です。1階はこんな感じでスーパーになってます。ただ違うのは、海に面してる余市ならではのこのお魚コーナーでございます。ここで海産物をお土産に買うっていうのもいいと思います。柿崎商店の本丸はですね、この2階になっておりまして、飲食店、海鮮工房とかっていう名前だったかな。美味しい新鮮な海の幸を食べることができる飲食店が2階についてるんですね。これが本来はもうびっちり席埋まってます、人で。もう2階から1階に続く階段とかもね、全部人でもう並んですごいんですけど、今は空いてますよ。僕が今回注文したこちらは竹鶴正隆定食でございます。竹鶴正隆、誰か知ってますか？名前はまあ後からわかるんで置いといて、イクラにマグロの刺身にカニ汁までついてる。で、焼き魚もついてる。もう最高最高。まあこういうね、お食事の時にね、このレディーとかはね、食べ方が分かっちゃうんで、カップルで行く時は要注意でございます。元ツアーガイドの僕と一緒に行くKAZUVAN北海道観光、もう何回目になるかな。余市はね、小樽の隣町と言ってもいいぐらいの位置関係になってまして、札幌から見ると札幌、小樽、余市とまあ続いていくわけなんですけれども、ただのね、ちんけなね、田舎町とね、侮るなかれ、なんと余市はね、連続朝のテレビ小説、マッサンの舞台にもなった、すすきのの角っこにある看板でおなじみの日華ウイスキーの工場が最初にできた場所なんですね。日華ウイスキーの本拠地でございます。本拠地があるということは、あれもうこの目の前のこれがそうじゃない？まさに。この今、目の前にあるなんか古びた感じの作り物。これが、日華ウイスキーの本拠地でございます。つまり、続いていくところは、日華ウイスキーの工場に行ってみたいと思います。はい、ここが入り口です。ゲートイン！はい、ということで、日華ウイスキーの工場に来ました。ここは蒸留所になってて、こんな感じでいっぱい建物があって、日華ウイスキーの社長である竹鶴正隆と奥さんのリタのお家とか、あと日華ウイスキーの博物館とか、蒸留所になってるんで、実際にそのなんか蒸留の機械でこう蒸留してる様とかを見学することができます。改めまして、本日は日華ウイスキー余市蒸留所にお越しいただきまして誠にありがとうございます。はい、ツアーに参加いたしましたが、お姉さんは撮影 NG ということなので、KAZUVANが代わりにご案内したいと思います。はい、本来はこのように自由に散策して歩くことができるのですが、今回はウイルスの影響により、お姉さんのツアーに参加しないといけません。事前の予約必ずしてください。なお、こちらの施設は無料で楽しんでいただくことができますので、ご安心ください。施設内はこのような古びた建築物に溢れております。はい、こちらは実際の蒸留するお釜でございます。私のことではございません。これは創業当時から行われているとっても古い手法のようです。イケメンのお兄さんが一生懸命石炭を中に入れてゴー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 燃やしておりました。他にも実際にマッサンたちが住んでた家や酒樽やミュージアムなどいろいろなものが併設されているんですが、楽しくて大部分を取り忘れるという失態を犯しました。はい、こちらはお酒工場鉄板でございます。試飲会場でございます。車で来た僕は当然飲めませんので、リンゴジュースを飲む羽目になります。ちなみに日華ウイスキーは大日本果汁株式会社の略でございます。いろいろ訳あって、最初はリンゴジュースを作っておりました。詳しくは NHK のドラマを参照ください。はい、こちらはお土産ショップでございます。英語で申しますと、スルベニアショップでございます。こちら工場限定のウイスキーなどが購入いただけます。ウイスキーはでもピンからキリまでありますので、お客様のお財布事情に合ったものをお選びください。はい。お財布事情に問題がある僕が購入しましたのは、こちらアップルワインでございます。こちら1000円ほどで購入いただけます。昔々ながらの製法で作られたアップルのウイスキーみたいな味がします。甘くてとっても美味しいので、ソーダで割って飲んでもいいと思います。ウイスキーが苦手な方にもとってもおすすめ。はい、ということで、3カ所目に訪れたのは、道の駅スペースアップル余市。なんでだったかな、多分、僕の記憶が確かなら、余市出身の宇宙飛行士がいて、それのなんやかんやの町おこしのなんやかんやでこうなったみたいな感じだったと思います。これ中がね、余市宇宙記念館って書いてあるけど、中に宇宙のなんかこう、ちょっとした科学館みたいな感じとか、あと売店で宇宙食買えたりとか、そんなようなことになってる道の駅兼なんか科学館みたいな記念館みたいな、そういう場所になってます。残念なことに今日は休館日ってそういうことなんだ。見て、冬の間はお休みだよ。全集中でお休みらしいです。はい、宇宙関係ない状態になってますけど、まあこういう、まあ、これが田舎スタイルだよね。4月17日土曜日オープン予定でございます。ちなみにね、隣にはね、なんかちっこい売店みたいなの、これも超昔からあるんだけど、ほら、もうやばいでしょ、なんか釣り堀にある売店みたいな、なんかすごい、もうノスタルジック半端ない僕の大好きな感じの売店もあります。で、この中でね、余市の名産のリンゴのジュースとか、そんなのも買えたりしますよ。あっこの売店で、北海道余市りんごグミ購入してみました。美味しいのかな？あ、すごい、開封した瞬間からすごいりんごの匂いがする。美味しいかな。想像した通りの味を感じることができる。うん。うん。あなたが想像する通りのリンゴのグミです。美味しい美味しい。はい。ということで、今日は余市を紹介させていただきました。いやね。まあ、余市のすべては、日華ウイスキー博物館と、柿崎商店とスペースアップル余市、この3つに尽きるんじゃないかなと思って、その3つを紹介させてもらいました。最後にちょっとね、街の中といっても、まあ、余市町、まあ、市じゃなくて町なんでね、とってもちっちゃい町ですから、何があるっていうわけではないんですけど、ちょっとこのメインの街の中だけでも走って、終わりにしたいと思います。今、目の前に見えてるのが、余市駅です。JR の余市駅。なんで、この十字の交差してる、場所が、まあ、余市のこう、一番中心になる部分ですね。一番中心の部分。ちなみにさっき言った柿崎商店は、この今の交差点を、すぐ右に曲がったらすぐあるのが柿崎商店。日華ウイスキーの工場は今走ってるこの車の裏側にあります。後ろ側に日華ウイスキーの工場がある。なので本当すごい、まあ、超だからその通りなんだけど、すごくコンパクトシティで、必要なものは全部中心部に揃っております。はい、これが今さっきの交差点を後ろから反対方向から来た、今背中の方が JR 余市駅、札幌からだいたい高速道路で30分から45分ぐらいで来れるんじゃないかなっていう場所にあります。なんで札幌で、まあ、観光したついでにちょっと余市の方まで足を伸ばして、柿崎商店で美味しい海鮮物を食べて、余市の日華ウイスキーの工場でウイスキーを試飲したりとか、まあ車で来た人はリンゴジュースとかが飲めるんでリンゴジュースとか飲んだり、あとはお土産にね日課ウイスキーのウイスキーを買ってったりとか、なんかそんなような感じで楽しめる街になってます。街のサイズはすごい小さくて、まあ正直言ってしまえばかなり寂れてる感じの街にはなるんだけど、札幌から近いし、なんといってもね日課ウイスキーと柿崎とあるんで、ぜひ、観光に来てみるとすごく大満足できる街じゃないかなと、個人的にはね非常に夜市観光おすすめです。ただ JR でも来れる、まあ結局僕が言ったその柿崎にしても日課ウイスキーにしても JR の駅のすぐ近くにあるから JR でも来れるけど、まあ小樽観光のついでに夜市っていうのも地理的に非常にいいと思うので、小樽観光のついでに夜市に足を伸ばしてっていうことであればやっぱり車で来た方がいいかなって思ったりもします。ちなみに夜市の代表する企業はね、今右側になんか古びたなんか建物、スーパーチェーンシガっていうこのシガスーパーのね建物があるんですけど、まあ札幌にも何店舗かあったスーパーだったんですけど、これは余市出身のスーパーになってます。ただなんかさっき調べてみたんですけど、どうやらスーパーチェーン市がもうなくなってしまったようでして、今はアークスグループのラルズに変わってしまったみたいです。残念ですね。せっかくなんかこういうね田舎のなんか代表企業の頑張ってるスーパーみたいな感じでやってて、僕は個人的に結構スーパーチェーン市が好きだったんですけど、なんかどうしても今やっぱりほらイオンとかねイトーヨーカドーとかやっぱりいくつかの大きいアークスグループもそうだけど、いくつかのこう大きいスーパーチェーンみたいなところがこうその土地のスーパー業界をこう独占してるみたいな感じになってるから、どのお店に行っても同じものしか置いてなかったりとか、イオン系列のスーパー行ったらどの店行ってもトップバリュみたいなねえ、イトーヨーカドー系列のお店行ったらどこ行ってもセブン&アイ商品ばっかりみたいな、そういうちょっとつまんない状態になってる中で、滋賀はこうなんか独自路線をひた走るちょっと一風変わったスーパーで僕は結構好きだったんですけどね、残念。と言って走ってる間にもう余市駅からだいぶ離れて、もうあと信号4個ぐらい越せば何もないモードに入ってしまうという、まあ本当にちっちゃい町ですね。ちなみに、札幌から見たときに、札幌、小樽、余市って来て、その次にあるのは岩内っていう町があるんですけど、岩内っていう町と余市っていう町がまた結構ちょっと離れてるんで、岩内もいい町なんだけど、岩内まで足を伸ばそうと思うと、ちょっと1日がかりになっちゃうかな。札幌から出発すると、札幌から出発して小樽を抜けて余市までぐらいだったら気軽に日帰りできるんですが、余市を過ぎて岩内まで行くとちょっとなんか丸1日かけて楽しむみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。なんでまあ余市ぐらいまでが一番ドライブとしても非常にいいのかななんて思います。という札幌からの近場の街の中で観光もできるっていう街、余市、今回ご紹介しました。こんな感じで、こんな感じで北海道の、観光地ね、ご紹介したりもしてますんで、もしよかったらチャンネル登録していただけたらありがたいです。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。じゃあのー。あ、ほらもう何もなくなってきちゃった。あ、もう、で、山岡屋過ぎたら何もないわ、この先。just sugar. Sugar? Yeah. Okay. ショック、パン屋が開いてないっていう。もうこんな感じ。はい、今日はこんなに広いスタジオ。Amazon で売ってて、Amazon の方にハイテックプレミアムということで、ほらもう全然、ちょうど今目の前に見えてるのが札幌駅。ザ・北海道ですよね。おーすごい、うまそう。